뭔가 우리의 한계는 여기까지. イージーでカムバック。現在活動中のルセラフィム。マンチェではなく、長女桜のツインテールが拝めたりと、毎日さまざまなコンテンツが供給されていますが、そんな中、真剣なトークも公開、注目されています。特に印象的だったのは、こんな話題になった時。ミュージックビデオ찍은날모여서펑펑오열했다고。그때가처음으로저희가속마음을말했던것같은데성장し続けるルセラフィム피아레스に始まり안치프라자일で多くのファンを魅了アンフォーギブンでさらに進化した姿を見せてくれました階段を駆け上がっている印象でしたが実際の彼女たちは全員が思わず泣き出してしまうほどの状況だったというのです퍼펙트나잇이생각보다많은사랑을받아서한계는여기까지게임과의콜라보곡かつ英語の曲ながら韓国国内にも受けて BTS 以来の快挙も達成もちろんアメリカでも受けて大成功という成績も残しましたしかしそれが大きなプレッシャーにもなっていたようです회사도좋고음악도좋고이게우리만잘하면되겠다라는게すべてお膳立てが整った状況は非常に恵まれていますが逆に考えると失敗した場合その責任はすべて5人が背負うということそれまで築いてきたキャリアや自信一緒に頑張ってくれるスタッフそしてファン自分を支えてきたものすべてを裏切ることになるアーティストとしての力量不足そんな心ない評価を受けないとも限りません成功した分その恐怖は私たちには想像すらできないほど大きいでしょう。桜はそんな不安な胸の内をメンバー全員に話すことにしたそうです。すると、다같은마음이더라고요。그래서그때많이울었던것같아요。그랬군요。放っておけば心がパンクしかねない、そんな状況だったかもしれません。これを聞いた先輩のイヒョリさんは、自分は強くないと言えることこそが本当の強さだとコメント。この言葉にみんなも共感しているようでした精神的にもハードすぎるアイドル活動ですがお互いの弱さまで認め合ったこの5人が一緒ならきっとプレッシャーまで楽しんでイージーに限界を超えていくそんな姿を見せてくれるかもしれませんね